佐野栄太郎は、日本の情報技術者、ソフトウェア作家。愛知県豊川市出身、同県豊明市在住。総合情報通信技術研究機関 ADS、代表理事。1980年代から DTM ソフトウェアや、コンシューマーゲームのプログラマ、ゲームミュージックコンポーザー、パソコン通信モ ARF の設計者、システムオペレーターとして活動。著書に、 アルファの厳しいパソコン入門、アルファノート等がある。1992年、インターメックス展示会の出展企業が主催したオフィスウェアコンテストのデータベース部門にカード型データベースシステムを出品し入賞。2008年から、ブルーレイディスクアソシエーションが毎年開催していた、ブルーレイディスクマイスター検定の第5回開催において全国これにより、 2013年2月16日に東京都内で開催された同協会主催の式典にて福井春とし、朝倉里志らより表彰を受けた。計算生物学の分野でもタンパク質の立体構造解析の場で一定の成果を残しており、スタンフォード大学から評されるとともに、マサチューセッツ工科大学も未来へなお伝えたい技術者の一人として佐野を選出した。 音声による自動応答に主眼を置いた人工無能を ARMS や人間の体温に反応して警告を発する世界初の防犯システムアスレイチの考案者としても知られ近年ではご当地キャラクターである原付ツキモエのプロデューサーとしても活動している業界内外に知人や友人が多くゲームクリエイターとして知られる九条和馬やアニメーション監督のヒューガマサキ 声優の桐山友からとも交流がある。かつて、世直し大名人として人々から崇められた、佐野善左衛門の流れを組む三河節の末裔。武道面では、天根御前竜へ春拳の練士であり、弓道においても十四歳の時点で初段を取得。コンピュータ技術面では、アレクセイ・パジトノフ。音楽面では、山本正幸を師と仰ぎ。芸術面では、画家の星野慎吾。 高畑育子の弟子として、10年余りの長期にわたり、日本画、クロッキー、デッサン、油絵、水彩画、版画、切絵、ちぎり絵等の修行を積んだ。その過程で、アニメーション映画の制作も経験している。また、鈴木の原動機付き自転車工場や SBS で、オートバイを設計、製造、整備したり、警察機関で交通取締りに従事していた経歴も、持ち。 消廃企業エンジン用点火制御ユニットの電子回路設計を手掛ける等、機械工学、電子工学、二輪車文化にも造形が深い。このように分野の垣根を越えて幅広く活動しながらも、ハンドルネームやペンネームを使い分け、メディアへの露出を徹底して、嫌い、1994年に株式会社、レイアブリッジの取材を受けて、以降、 2020年に株式会社中広がインタビューを行うまでマスコミの取材を拒み続けていた。2000年代初頭、アメリカ航空宇宙局から直属の技術スタッフとしてヘッドハンティングを受けた。佐野はこの提案を英天の好機と受け止めたが、当時の佐野は重度の記憶障害を患っており、佐野の過去を知る人物に対して恐怖を覚えるほどでもあったため、 応じるか否かの判断に揺れた。思い悩む中、佐野は見ず知らずの土地で自分を知らない新たな仲間と人間関係を築けば状況を打開できるかもしれないと考え、一時は気持ちが承諾に傾いたものの、佐野の真意を察した友人からそれは挑戦ではなく現実逃避ではないかと悟され、この誘いを断った。パソコン通信網 ARF は 1992年より運用されていた不可価値通信網、パソコン通信局である。開局当初は、主に東三河地域の産業を支える法人の業務連絡用として整備された通信網であったが、前世紀には共有カレンダーや共有住所録、スケジューラー、プロジェクト管理ほか、ビジネスでの利用に特化した複数のサービスを提供。1994年には、 豊川濃度の一部がパソコン通信網 TRF の局名で一般開放された。法人の登録アカウント数は2300社、一般の登録アカウント数は510名であった。本通信網の特徴として、佐野の考案した RHSP と称するホスト間転送プロトコルが挙げられる。RHSP はホストコンピュータに保存された BBS や ファイルストッカーのデータをホストコンピュータ間で定期的に同期することにより、どのホストコンピュータに接続した場合でも同じ情報が取り出せる仕組みである。当時のパソコン通信においては、ユーザーがホストコンピュータの設置されている地点に加減し、接続を確立せねばならず、通信距離に応じた電話料金を支払う必要があった。パソコン通信における電話料金は、 遠距離通信を行う回線契約者の大きな負担となっており、大手商用通信網の管理者は各地にアクセスポイントを設置する等の対策を講じていた。その一方で、草のネビー BS の管理者が大規模なインフラを整備することは困難であった。これを解決するため、前世紀にはトライピ p のようなサービスも広く利用されたが、ARF のホストシステムは、 そうしたサービスも併用することなく、独自の VAN を形成できた。その反面、RHSP が抱える端緒としては、次のような点が挙げられる。RHSP は、1995年から1996年にかけて機能を洗練した後、HSP の名称で、当時 NTT が提供していた、キャプテン通信サービスのノード間データ同期や、 ウェブテビネットワークスの日本法人が提供していたウェブテビの電子掲示板サービス等にも応用され情報通信分野における技術革新の礎を築いたパソコン通信網 ARF の VAN は2000年までに大部分を解体豊明ノードと豊橋ノードはパソコン通信網 ARF を運営していた組織 RF ネットワークスの後継団体であり 総合情報通信技術研究機関 ADS の前身に相当するアレンデジタルセポートが発足してからも ADS シリアルセクションと名を変え2011年まで常時運用された。しかしながらインターネットの台頭による需要の急減を避けられず2012年に豊橋ノードが閉鎖。豊明ノードは不定期運用となって存続されたが主要な支部が 段階的に閉じられ、2018年1月1日に新規アカウントの発行を終了。長年の歴史に幕を閉じた。アルファノートは、佐野が高等学校在学中に書きためた、シャープ製、ポケットコンピュータ用プログラムを集積し、技術書としての定裁を整えた、ソースコード集である。主なターゲット機種は、四半期の PCE200 と、 学校教育専用機の PCG800 シリーズ。PCG813 等一部の機種は新言語にも対応していたが、掲載されたソースコードはベーシックと Z80A に対応する機械号のみである。ソースコード以外にも PCG800 シリーズでの圧電スピーカーによるビープ音の出力と PCE200 を含む PCG800。 シリーズ間での復進を同時に実現する周辺機器の回路図等が掲載された。グラディウスを再現する本格的なシューティングゲームやテトリス等、緻密にプログラミングされた作品が多く含まれる。一方、掲載量はタイトル単位で約50本、B5 版で95ページに及ぶ。ソースコード部分はポケットコンピュータ用プリンターによって出力された。 活字であったものの、注釈、訂正箇所を含む本文は、その名の通り、佐野が大学ノートに書きためた原文直筆のまま印刷された。収録内容には、工学者の月刊、愛、王や別冊のポケコンジャーナルに佐野が寄稿した情報も含まれる。発行当時、当該騎士向けのソースコードを多数掲載した冊子は、ポケコンジャーナルを除けば、 アルファノートを置いて、他に例が少なかった。総合情報通信技術研究機関 ADS は、佐野が1989年に創立し、愛知県に本部を置く産業振興団体である、通称ソフトハウス ADS。前身の団体は、アレンデジタルセポートを称していたが、地上デジタルテレビ放送の開始に伴い、全国に設置された、テレビ受信者支援センター。 通称デジサポートの混同を避けるため、総務省の提案によって2012年に解消した。岡崎信用金庫使用取引金融機関とし、創立当初からソフトウェア、ハードウェアの開発による技術支援を手掛けるほか、21世紀に入ってからは、オンラインコミュニケーション文化の健全化を図る実験的な取り組みや Web テクノロジーに関わる様々なプロジェクトを推進。 組織の中枢である、名古屋電算技術室をはじめ、南波分室、石川分室、三河分室、天竜技術室、小倉電算システム事業部、札幌電算技術室、足立工学研究室、宮古分室と称する拠点が全国各地に点在しており、あらゆる技術者が双方によって連携しながら業務を遂行している。 佐野が統括する名古屋電産技術室は地場産業を支える工業職人で構成された匠工房や原動機付き自転車市場の発展を目指す地域団体の原付きツーリングクラブモナミ、ご当地キャラクターの原付き萌えナミを事業展開する原付き萌えナミプロジェクト運営委員会等の母体でもある。原付きツーリングクラブモナミは 業績が伸び悩む自動車やオートバイの部品を生産する中小企業から経営の立て直しを相談された総合情報通信技術研究機関 ADS の名古屋電産技術室が産業振興活動の一環としてとりわけ冷え込みの顕著な原動機付き自転車市場を活性化すべく創立した地域団体である原付き愛好家のコミュニティとして機能し趣味を同じくする 物同士が共に親睦を深めることで文化の発展を促す立場から、フランス語で親友を意味する、モンアミと名付けられた。佐野が代表を務めており、原付愛好家の地位向上を目指し、道路交通法の改正を強制機関に陳情する、等、精力的な活動を行っている。2020年には、交通事故の撲滅に協力した団体として、FMI 地から感謝状を受けた。 公式マスコットは、原付萌えなみ。2000年代、重度の剣忘を患い、全剣忘と診断されている。以後は乖り性剣忘であり、20歳以前の記憶の大半が失われたままであるとされる。ありがとうございます。